第2回行政改革実行本部を開催いたします。その名の通り、行政改革を推し進めるために設置されたこの会議。第2回目の今回、いよいよ各論の改革に向けた議論がスタートしました。各党と制度一体改革を推進をしていく上で、まずは自治体の領域のこと、政治改革と行政改革を実行することが、これは国民の皆様の納得と信頼を得る上で可決だと思います。まず議論されたのは、国家公務員の新規採用抑制について。身を切る改革の一環として、国の人件費を抑えるための取り組みです。これまで政府は平成21年度の採用実績に対し、23年度は4割、そして24年度は3割の抑制を行ってきました。さらに今後については、ここ1、2年特にですね、従来にはない厳しい抑制を行うことで、しっかりと抑制を進めていきたいと思います、と、これまでを上回る削減を行う方針が示されました。そして身を切る改革の議論2つ目、独立行政法人職員宿舎の見直し。宿舎の見直しといえば、すでにあらん限りの税外収入の確保に向け、国家公務員宿舎を今後5年間で 25% 削減し、政府資産の売却を進めますという方針が決まっていますが、今回は省庁が所管する独立行政法人の職員宿舎についても見直します。これまでの取り組みに加え、改めて必要性を厳しくチェック。緊急参集する必要がある職員など以外の使用は禁止などの考え方のもと、今月中に詳細な見直し基準を定めた計画を策定。さらに年内めどに具体的な宿舎ごとの取扱い方針を定める実施計画を取りまとめます。速やかに結論を出して、国民の皆様に分かりやすい成果を出すように必要があるというふうに思っております。改革が積極的にですね、取り組んでいただきますように改めてご協力をお願いします。